ということでね、えー、でこれはね、えっ、ー、とね、2,040か、<タッ> about 10 years ago、ね、フルセラミックインプラントの、えー、ドクターマイケルギャラハート、ジャマイドクターね。でね、えー、そうですね、これが ZL s u r f a c ス。ね。え、almost、えー、リ resemble 似てます、similar to SL surface。 で、えー、マクシマルトルクイズ、えーえー、メタル、えー、SL サーフイスイズモアダンジルコニア、えー、ジルコニアイズ、えー、ディクリーズザン、えー、チタン SL ねですまねちょっと低い要するにあのー、ジルコニアインプラントはやっぱりあのー、マクシマルあトルクまあちょっと低いとことですよね二割ぐらい低いということですで表面はまあ似てます表えー、えす、ー surface is similar. ジ,おジルコニア is タイタニウムね。m えっ、ー、と、これはね、えー、ベーシックスタディーか。ね。72ジルコニアインプラント、72タイタニウムインプラント。でこれで、えー、これは、イストメトリックアセスメントかなでこれで、えー、あ、これはそうですね。これは先にきだたと一緒かなね、マクシマルトルクはちょっと低い。けど、えー、over、えー、100 なと、ニュートンセンチメーター。イナフ、イナフ、えー、クリニカリーイナフ、トルク。で、ねえー、ボーンディンシティも、えぇ、ー、almost s ね。ですね。ということで。これはね、えー、別に、あの、ジルコナインプラントが低いというわけではないということですね。えー、で、これがね、えっ、ー、とー、これは、プロスティクティブ・スタディ・イン・ヒューマンですね。 で、これが、えたぶんね、ちょっと待って、ね、うん。あいいか。うん。で、えー、サバイバルレート is、えー、97.6%。ね、えー、サクセスレート9672。あ、どういや、セームだね。えぇ、ー、very h i g ね、サバイバルサクセスレート。 でね、これがね、えー、これ is very interesting uh, study。ピアセラミックインプラント、フルセラミックインプラント、インクリーズ、スタンダードプラス、and、uh, with これはね、多分ソリッドアバウトメント。だからワンピース、セルピアセラミックインプラント is ワンピース、so uh, fatigue, uh, fatigue test,、uh,、f a ファ g u e test、infatigue test。 パティグレジスタンス is more than メタルインプラント。ジリコネセラミックインプラント is more than メタルインプラント。これ、星先生は面白いんですけど、これね、あの、僕もね、折れるのかなと思ったら、ワンピースだから、あなるほど逆に、あの、えっ、ー、とね、さてもその、気でおじあのなんだっけど、普通のティッシュレベルインプラントにそういったバートルトつけるより高い強度が出てくるんですね、はい、ワンピースだから。うん、だからね、セラミックが割れるっていうことではない。 これただ、あのー、4.1mm ね。これリ 4.1mm だから、3.3mm だったらちょっとわかんないな。だからちょっと危ないけどね。うん、ただ、mm、4.1mm、え、のー、ジルコンインプラント使うといいっていうね。うん、でね、えっ、ーえー、と、patient, eh, refer, eh, patient likes, セラミックインプラントザーンメタルインプラント。まあ、これは白いからね。<noise> because of fight, fight, f i g color. で、これはまとめです。ね。えぇ、ー。15年インプラントは、SLH は ZLA ですね。で、マシクマトルクがちょっと低いと。で、ボーンインプラントコンタクトは,では一緒です。で、逆にファーティングテストは15、えー、の方がいいということですね。で、サクセスレートとサバイオレートはほぼ一緒ということで。これ、えー、っとね、ドクターバーノッチ、Do、yes, you use セラミックインプラントインプラジル ?Yes, use, すごい But more difficult when you use uh, a, single, a single block implant uh, is the position, correct position of the abutment. So uh, when you show it, uh, the two time, the two types of zirconia implants in two pieces, uh, BLT, uh, bone level, uh, so you have for incisors the best use of this monoblock, monotype uh, implant. So the position must be very very correct because it's it's like a, a crossfit. You have four uh, sides uh, from the abutment with uh, the junction of the implant is more difficult. But now. Uh, with guided surgery, you can put the correct very very correct position to avoid uh, different uh, uh, crown uh, cementation so we, we can correct this this now that was not possible in in the past years uh, thank you very much yeah, So uh, please you can see. My clinical case. First case. ここですね。ここですね。ここ、uh, this is removable partial denture. The patient uses removable partial denture, but he wants to fix the prosthetics. <laughs> これでですね。これでダイオムスワッカーサップ。Uh, ええ、uh, have performed. <laughs> ね。で one implant and one k a n t i l e v え、uh, one implant and major k a n t i l e v え、uh, だからね、えー、え、ドクターバヌチセイト。ね。We, we can, we can use surgical guide in the test. これコニックスですね、当時ね。これ two thousand f 2050じゃなかったかなーかね。サジカル guide. ですあ、そうですね。two thousand f 2050. ね。next year, ten years だな、ね。 Uh, this is, eh,、uh, this approach is flat-pressed approach. Punch-out.、Uh, and reeling.、Yeah, yeah. Then, eh,、uh, this is pure ceramic implant, eh,、uh, in my first case. こんな感じですね。スレットピッチ is, eh,、uh, uh, 0.8mm, eh,、uh, uh, like, eh,、uh, uh, bone level implant. そうですね。ポジティこれ使ったことないですか、ね、使ったことないっていうか、もう興,興味ないですかね。これ結構いいといけると思います。ね。あの、金属アレルギーの人とかね、これ今使ってもらってるんですよね。あの、いや、なぜつうの金属嫌な人いるので、ね。この人は別にそうでもなかったです。で、これでね <laughs> こんな、こんな感じでね、入れていくんですあ。これビデオかな。You can see the clinical video ね。ね。これパンチアウト。 これマイクロスコープでね、こうや、ね、ってやってみじゃあ、ね。で、これで、えー、面、つえー、こう、切れた味にしますね。ここからドリームね。 あの、主義自体は同じですね。セームプロセーディア、えー、え、ライクティッシュレベルインプラント。これはね、当時あの、ピエゾ、ピエゾサージェリですね。うん、これで表面を切る。最初のドリンゴ。 こんな感じでね、ぐーっといって、ね。これで、ファイナルドリリングまで行って、うん、えー、デンタル X レイトこれで、何組織ないのを確認してから、あ、こっから、こっからですね。こんな感じになってるんですよね。パチンとはめて、取ってですね。うん。これはピアセルグこれはね、多分4、4、4.1倍、 12mm インプラント、ね。あとはこれ多分これで入れていくるんだよ。ボイ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  これ、すごい、経済的な馴染みでしょこれ。うん、ね、すごい。これこれ。生態しませね。すごい,い,いですね。バイオコンパ p a t i b l e with, ね、b l o o ね。エスラクティブ。ね。これでこれかなうん、そうですね。あとはこれで、ね。デプスコントロール あんまり深すぎない方がいいですね。深いと印象を取りづらくなるんで。まあ、円解、ショルダーが円解1ミリぐらいでくればいいかな、ね。まあ、初期トルクも大体まあ、バトンと印象かな、ね。こんな感じですよね。これは、こんな感じで、治り、治るか、ヒーリングピアルね。えー、ガイドで、まあ、性格が一番入ってると。うん、っていうことですね。これは、術後のレントゲンかな。えー、そこ,こに、あの、骨がね、強速にあるのでね、えー、まあ、 リセッションの心配だとかも。でね、あのー、私がね、あのー、今までね、えぇ、ー、I experienced 多分ね、50セラミックインプラントね、ワンピース。えぇ、ー、ベリー,ー、ボーン、ボーン、プレストレベル is very stable. ね。これがね、すごい、あの、安定してるんですわ。すごい。で、三ヶ月後にはね、ええー、まあこれね、ネックのところをね、ちょっとこう、切開をして。こんな、 ビデオ作ったの、うん、こんなの、どこでも発表しないのに一生懸命自分作ったの <laughs> 10年前思い出してよ。<laughs> 作ったけどどこでも発表する機会だってると、ストローマーで入入しないから発表しようがないもんね。なんかそんなこと言うとね、ねなんか、先生それ日本で2位かなってないから話さないい。確かに。うん。<laughs> これね,ね。これで、えー、これであのティッシュレビュー、あ、これはね、デジタルではできないですね。 シリコン症ですね。こうやって入れてね、うんまあ。結構な、ちっと、あ、これがシリコン症と、ね。これがじゃ取り込まれると。綺麗でしょすごい。ベリークリーン。ーーンね。ベリークリーン。ほら。これはね、えー、ないね。他のインプラント。ね。ベリークリーン。ソフトティッシュ。で、これがプロジェクトレステーション。まあ、この頃、石膏ですね。ャスト ストーン、ストーンモデル。でこのセメンティングでしかないですね。これは残念ながら。スキリューは、ね、ワンピースのまちょっとできない。で、こんな感じ。これは、えー、え、プレミアのレストレーション。んこれ、ナンススクのチーム。で、これ、ポンティンクのところをちょっとね、調整しているところですね。 ポンティックに、あの、あれですね。レジンを足して、オベイドポンティックってね、してやる。っていうね。光重して、これを、こう。あ、ここレーザーでね、ここ焼いてるんですよ、レーザーでね。そこを圧生していくと。で、これで、えー、また、2、3ヶ月ジもあってですね。そうですね。うん で、これで最終補鉄。うん、最終補鉄はね、これ Emax ですね。で、何組織もこう切れんね、オーボイドフォンティックの形になってるね。これをセメンティングすると。まあ、課着剤ですね。まあ、この感じ。だいたい、死肉炎化ね、サブジンジバールレベルイズ、アンダー、え、ワンミリメーターですね。そしたらと、ころセメントのね、除去が難しい。まあ、こんな感じで。これは最終補鉄物です。で、ベリーステーブル。ボーン。ボーンレベルイズ、ベリーステーブル。 当たり前ですこれはセットするとこかな、ね、こんなね、素晴らしいビデオを作ったの <laughs> 初めてだから見せる。やっぱ国際的にね。あれ、今日、ライラ先生もなん,かなんか、いつもと違う感じです、ね。<laughs> スチュアーズさんか,い,か <laughs> いや<ー> <laughs> 今、今、今、スイーレン・ジュリコでいます。

いや発表で。発表ポスタープレゼントオーラルオーラル。そう、ポスター。ポスターだけ。オーラルできなかった。欲しいけど。頑張ってくださいプライズファーストプライズ。ファーストプライズ。頑張ります。でも、ポスターで、どんなにノーコンペティションファーポスター。ノーコンペティション。いや、楽しんで。ウィークね。プリーズ。 ハブプレゼンテーションオブイエオー。ね、<laughs> イエオレポート。フィ <laughs> ルイエオレポート。<あ>お願いします。はい。わかました。はい <laughs>。もうなんかすごいレベル高いじで、これ、綺麗でしょこの組織ね。こんな感じで。まあ、ちょっと出血してますけどね。触ってるから。で、マジンもね。まあ、ぴったらってるすね。あ、これ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 ね。綺麗でしょこれね、いいのはね、下がってもね、白いから換算のクレームにならないんですよね。 確かに。うん。これ、金属だったらちょっとね、なんかこれ、こんな感じでね。もう9年ぐらい経ちましたけど、すごい、未だにね、綺麗ですね。最近の、あってうか、まあ、こんな感じ。そしたらね、あの、今日はこれで私のね、その終わった、終わって、撮影を任せる。で、NEXT w e ね、えっ、ー、と、I will show you, あの、Two Piece c e r ン m i c i、ね、します。はい。じゃあ撮影いいよ、じゃあね。 えっ、ー、と、とか。あの、解説だけでいいんじゃない ?10 分ぐらいね。はい。うん。それで大丈夫 <laughs> 難しい。えっと、あれこれ、日本語でいいんですよね。<laughs> あ、日本語でいいよ。うん。はい。えっ、ー、と、じゃあ、始めていきます。S <S はい。えっとー、あれこれ、英語よん読んでましたっけ 英語読む日本語でね、あの、日本語全部読まなくていいよ。大体、大事なとこだっけ読んでくれる。あ、えっと、ん、えっと、日本語で話して大事なところだけ英語を読むみたいな。いや、日本、全部日本語でいいよ。あ、全部日本語。あ、わかりました。うんまあ、上の英語をみんな読んでくれるから。はい、あ、わかりました。うん、日本語の中も、全部読まなくても大丈夫よ。うん。あ、はい。うん、大体、大事なとこだっけ、えっと。あ、はい。えっと、今回は、えー、局所麻酔の話ですね。 うんとまあ、インプラントによってなんですけれども、えー、と処置の範囲とか、えーと、その患者さんの不安の程度によって、局所麻酔だけ、本当に局部の麻酔だけでは不十分だというふうに言っています。で、場合によっては、えっ、ー、と、まあ、心理的サポートをしたりとかすることもあるというところで、で、それに対して、心理的サポートに対しては、 えー、鎮静、まあ、吸入による鎮静とか、傾向による鎮静とか、除脈内鎮静の形でいろいろ組み合わせますよと。で、一部、全身麻酔を検討することもあります。で、で今回、このモジュールでは、インプラントの配置に必要な、まあインプラ、インプラントの埋入に必要な、局間の,その、まあ、技術、知識の部分と、他に患者さんの不安を軽減するために利用できるさまざまな種類の鎮静について説明します。 ということになっています。で、今回は、うーんと、ラーニングオブジェクトということで、フィジカルステイツクラシフィケーションシステムですね、ASA のにより患者の健康状態をこれ分類して、それによって、えっ、ー、と、それ、それぞれに合わせて使用する技術の説明をします。 いいうふうふになっていますで初期の吸入による鎮静法の適用とか、あと臨床におけるガイドラインについての説明をします。はい、ですね。で、うんと、うんあ、あと、除脈内鎮静法に対する IVS に対する適用、適切な薬剤臨床におけるガイドラインの説明もします。はい。で、えー、とこういうふうに1から6まで分かれていて、それぞれ 評価されています。で、1は健全な方です。二2は軽度の全身疾患。3は重度の全身疾患。4は日頃から生命を脅かす重度の全身疾患を有する。猫に関しては手術することなしでは助からない貧血の方。6は、えー、と、脳死あ、臓器のドナーのために適切された、脳死宣告された患者さんを示しますと。 で基本的に個人の院で鎮静させる患者さんっていうのは、1または2っていうふうになっていてで、2っていうのが経口、えー、薬にてコントロール良好なぜ息や糖尿病患者さんですっていうことになっています。で、3の患者っていうのは、慢性の閉塞性肺疾患、まあ、コントロール不良な糖尿病、高血圧の重度の全身疾患を有していますと。 できていない方っていうのが3以上っていうところなので、1、2に、まあ、基本的にインプラント手術、まあ、手術自体、僕たちはおそらく3の状態でするっていうことは、あまり基本的にはないと思うので、そのように考えてもらえればなと思います。で、な、なので、えー、ちそういう、まあ、曲回とかそういうことを考えたときに、はじめに全身疾患について注目してくださいというところで、 で患者さんは鎮静を行、鎮静法が行われる前に、罹患している疾患の治療科でなければならない。要するに治療をしてコントロールできているという状態じゃダメですと。あと、肥満患者も ASA さんと考えられています。で、キーポイントですね。で、ここでのキーポイントは、この ASA、えー、っていうのは、個人の歯科医院で鎮静を行う上で、患者の健康状態を分類する のみしよ、まあ、これ日本語訳直訳ですけど、要するに患者の健康状態を分類するものですというところで、1と2の患者に限っては歯科医院で診謝されるべき、要するに1、2の患者は基本的に自分たちでした方がいいよというふうに言っています。逆に言うとあんまり送らないでということなんですかね、大学の方とかに。で、3は、うん、と歯科医院で要は治療してもいいんだけども、全身疾患をまず治療した上で、 えっと、鎮静してくださいと。なので、まあ、要するにほ、ほぼ2の話になります。うん、で、うん。はい。で、この後が、えっ、ー、と、うんと、ちょっと話が変わって、大丈夫次行っても大丈夫ですね。はい。えっ、ー、と、少し話が変わって、そのスキルの話ですね。で、鎮静というよりかは、局間の話、伝達麻酔の話になっています。で、この、えっ、ー、と、インプラントの賠償のための麻酔を成功させるためには、 えと歯科医師がしっかりと解剖について詳しく説明できなければならないですというところで、で軟組織、抗組織、えー、手術範囲には軟組織、抗組織両方とも含まれています。で、国画面領域において、これらの構造を支配している神経というのは三叉神経ですね。で三叉神経は主に感覚神経で、えー、中等外科の。 規定部に認めらられるる三叉神経説から起始しているとでこの枝っていうのが、えー、眼神経、上洛神経、化学神経ですね。で、インプラントのマ時に麻酔される上洛神経の枝は例えば B 口外神経とか大口外神経、眼科科神経で。で、化学神経の枝っていうのは胸神経、絶神経および下肢想神経となりますと。で、一般的に局所麻酔の2つ。 局所麻酔には2つの異なる注入方法があります。で、これがまあ神経ブロック麻酔と浸潤麻酔。要するに、えっ、ー、と、日本でいう伝達麻酔と浸潤、通常の浸潤麻酔局麻というか、まあ、浸潤麻酔ですね、となります。で、このブロック麻酔を成功させるために、局所麻酔薬が主の,あの神経脂付近に蓄積して、その神経がいつ、うん、蓄積すると。で、浸潤麻酔っていうのは、 えー、麻酔薬が手術部位周囲に直接投与されると。で、どちらの技術も注射に関連する不快症状を減らすために、表面麻酔を先行するべきですというところですね。で、次、あの骨の特性について書かれ、あのー、入ってます。除膜骨を覆っている外側の皮質骨というのは、比較的薄くて大部分が多項性ですと。うんで えっと、この死日経移行部の高さから前方の歯の根線の位置である標的の、標的領域まで、新純麻酔薬の拡散を促進させれますと。で、科学骨と、科学骨に目を向けると、またこれは反対で、ちあ、緻密骨と反対、反対で、科学骨ではブロックが新純麻酔よりも、 効果的であるとなので化学骨に関しては通常の浸潤麻酔よりも伝達麻酔とかそっちの方が有効ですよというふうに言っています。で必須骨が除湿骨のように薄くて浸潤麻酔が効果的で,的であるのは化学の全支部のみ要は化学の全支部であれば通常の浸潤麻酔で休支部であれば伝達麻酔を使ってくださいというふうの話なのかなと思います。 んで、えー、っと、ちょっと薬の話になってますね。あ、薬液の話ですね。浸潤麻酔の。伝達麻酔もそうですが。で、インプラント外科で用いられる極小麻酔薬の種類は、患者の全身状態を服薬している薬剤によります。 で、まあ、その個々の患者に対して適切な麻酔の導入方法を選択してくださいということですね。一般的に使用されている局麻の局所麻酔薬の大部分がエピネフリン外有、もしくは非外有のリドカインメ、メビバカイン、エピネフリン外有のアルチカインだそうです。で、もし、もしえー、そうですね、えー、数本のインプラントとか大規模な骨移植、要するに長時間あの治療が。 長時間の手術になる場合に関しては、ブビワカインのような長時間作用型の局所末薬が有効ですというふうにあの書いてます。あ,あ、そうかと言って、僕もちょっと見てました。で、上惑神経ブロックですね、は、休止部のインプラント前におよびサイナスリフトで、えー、と一応推奨されているみたいですね。 定惑の伝達麻酔っていうことだと思うんですけども、うんと、定惑の神経ブロックは大公外神経への神経ブロックが結構行われると。うん,うん。で、もし胸骨球が発達しているのであれば、浸潤麻酔は、あ要はこ胸骨球が発達している方に関しては、浸潤麻酔が結構困難になるケースがあるということ、要するに胸骨球がコクッと発達している方は、表側から浸潤麻酔を入れるよりも上悪の神、の 神経ブロックをした方が、大誤解神経へ直接打った方がいい,いいよねっていう話なのかなというふうに思ったので、ちょっとこれは僕も見てて勉強になりました。はい。で、次です。で小,級し小級支部を含む上学の審美領域でのインプラントの埋入に対して、えっ、ー、と、強側面の浸潤麻酔がこれは推奨されています。通常の麻酔ですね。で、それとともに、えっ、ー、と、まあ、先ほどのブロック麻酔ですね。 っていうのがあって、えっ、ー、と、急支部、大公害神経のブロック麻酔、前方領域、急支部では大公害神経、前方では微公害神経のブロック麻酔が行われます。も,もうあの、全支部ブロック麻酔、これ使おうかな、使おうと思ってやったことあるんですなかなかあんまり効いてる感覚がなくて、うん、どうなん、んなんか、なかなかここうまくいかないなと思って、たまにやってます。で、えっ、ー、と、もし,し、注射針、 注射針が眼科科神経の高さで、高さまで侵入されたならば、真珠麻酔、眼科神経ブロック麻酔として行われたと考えられますというふうに言っています。で、えっ、ー、と、この領域の注射針の侵入が眼科科神経に近接しているからですということで、まあきまあ、あの、そうですね、えっ、ー、と、微空底よりも、下の、下というかま上というか、あの眼、眼科の方に、 まで、まあ、こうつながっているので、そこのところを話しているのかなと思います。で、ちょっとで科学の広報誌になります。科学の広報の、科学の休止部に関しては、真珠麻酔は皮質骨の厚みの違いのため、科学の前方誌に対して、前方の歯の歯に対して、あまり効果,効果的ではないですよというふうに言っています。でまあ、あの まあ、インプラントに限らず、麻酔抜髄とか、いろいろとあると思うんですけど、結構、僕も伝達麻酔は対,対応してます。で、休止部でのインプラント前入術に対して、絶神経を含んだ過肢神経ブロック麻酔、過肢神経の伝達麻酔が行われるべきですと。で、加えて強神経ブロック麻酔が必須ですというふうに書いてるんですけど、強神経麻酔っていうのがあんまりちょっと、うんと、バッカルナーブブロック。 ここなんですかね。あ、そうなんだと思って見てました。で、えー、小休止部を含んだ科学全支部領域では、教則への浸潤麻酔が、絶神経に麻酔をかけるため、後程部の浸潤麻酔とともに行われますというふうに書いています。で、えっ、ー、と、深部への注射針の侵入によって、お互い神経に注射針接近させることができるため、要は、お互い行ですね。 小休止部の下では、そこでお互い神経ブロック麻酔と同様な結果となりますということです。で、これで、えっ、ー、と、まとめなんですけれども、えっ、ー、と、インプラント毎年における局所麻酔需要の逆手ポイントということで、上枠と下枠および全子と休止部で骨構造の違いがありますと、それ、その構造の違いによって、麻酔の効果に影響します。 で小規模支部を含む上科学全子では、強速および後外側、または絶,絶速への真珠麻酔が有効です。で上下ともに、急支部ではブロック麻酔がほとんどま必須とな,るなりますと書いてますが、まあ別、必須ではないかなと思うんですけれども、有効だということは間違いないのかなと思います。で、あとでその、えー、伝達麻酔とは当たり前ですけど、真珠麻酔のこのコンビネーションというのが大きな外科手術を行う際に必要となりますと。 いうことで、一応ここまでですね。はい。はい、えっ、ー、と、It's Finish。あ、カミ先生、ミュートが。V バ,バカインって日本で手に入る手に入る聞いたことないですよね。 うんうん、でもなんかあ、あるような気はするんですけど。長時間でそれいいと書いてあったけどな。も、うん、し、知ってます,いいす ?V バカです。日本にはないんじゃないですかね。あないんですか。あんまり、もしかしたらでも、あね、なんか注文だったのかな。陶芸の先生とかはね、使ってるのかもしれませんけど。うん、あと、あ、サイトさん結構伝達マッチしてるんだ。 ああ科学は大体、吸収部の前に打つときはマストにしてます。うん、え例えば、生活の形成とかも、ねはい、いや、それはあんまりしないと、しないですね。はマスにしてますいや、一時、科学してたんですけど、野の健一、うん、先生から、もし科学神経、足速管に近いとつの、救うん、時のあの、あれもあるので、 まあ、一、一、二ぐらいだったら、新ぬまでいいんじゃないって言われて、最近は逆に。電話しなくなってます。どっちがでしょう,うよ、ねうん。僕もあんまりしてないんだけど、ね、どうなのたかな。一時しました、僕も、ずっと。好んでえあれ、伝達ばしって英語でんて言うんだったっけ。ブロック。ナブブロック。うん <laughs> <な>、ナ、ナブブロック。ナー <laughs> ブロック。え、ユース、ナブブロック。<あ>いいナブ、ナーブロック。 how yeah. no, no yeah. about ah. Yeah, we we use the, just for implant location, like in the floor of the moment just not not block nerve. No. Just infiltrative in the in the side of the implant placement. Mm -hmm. But for third molars, for example, yeah, we use to block all. But for implant, not. Not, <laughs> not, not like all the regions, just local or infiltrative or in the floor of the mountain. いろいろ考え方あるんだけど、時代によって変わってくるのかね <laughs>。あれでもなんか、この勉強もなんか、基本的なことで勉強になるよね。最初に、あの、問題ね、あるから、後でちょっと見てみて。はい。はい なんか、さっきちょっとちらっと開いたら、あ、なんかひ開けて、あ、なんかで、急に出てきたと思って、すみません。ね、あったでしょはい。そしたら、まずそんな感じで、あ、あとね、今年のゴールデンウィークね、あの、あ、いい<年>か。NEXT、ね、あの、えっ、ー、と、メイーカー。えー、We, We are going to Vietnam, ベトナムね。ホーチミン。ホーチ先生行かないですかこれホーチミン。<laughs> ちょっとわかんな、ね、い。最初に行かない、ホーチミンと。 ええと、あの、5月の頭から、とん2週間弱、一応、もう予定を立ててて、あ,あ、そうなんだ。あのそ、かぶ、うまくかぶらなければ全然、あの、ね、えっと、シンガポールの方回っていくので、本当。はい、ね。ベトナムにね、行く予定でいますので、スタディクラブもやる予定でいるので、ね、ベトナム先生と。ああ<ー>。もしよかったらね、ホーチミンで、ね。 それではまた次、ネクストウィークドクターリー頑張ってね。ポスタープレゼンテーション。ね、応援してます。ね、next week, guys.next week, <see> please. また来週、レポート部<あ> EA を。神浦先生はい。あ、すいません。あの、えっと、前、LINE 送ったんですけど、 還暦祝いをちょっと送りたいので。なんか、なんかあれするけど、まあまあ無理しないで、まあまあ一応。いやいや、全然全然、本当にもあの本当にお世話になってる。なんか大したもんじゃないんですけど、ちょっと、はい。はい。あの、重そうなんで、あの、委員に送ったらちょっと、まあ、申し訳ないかなって思って。フェラーリのあれかな、なんか新しいやつ、いやいや、いや、いやそんな、そんな感じ、全然そんなんじゃないですね。そそれなかったらいいわとかして。 それではまたい。は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 い。すい。はい。はい。はい。すい。は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 い。い。はい。はい。は